select order. ベチンベチンしようかな。多分ラスボスの飛び道具は牧島の突進でもかき消せないんだろうなって気はする。ただヒットする飛び道具はかき消すのは無理だろうな。なのでここは接近して殴るしかない。宇宙規模の戦いがベチン。これが宇宙規模の戦いだ。あですよね。やばいやばいやばい、スピードタイプの相性悪いんだよ。あっていう、当たらない。本当姿勢低いやつだと当たらんよ。やっぱバチンよ。バチンしかない、もうバチンしかない。ああ総至近距離やめて。ああ、低空で来られるとこまで。ああ、判定負けしちゃう。こっからバチンバチンと、指先バチンバチンと。お尻ペンペンだ、お尻ペンペンさせろ。お尻ペンペンだ、コニョ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 。シンプルだけど強いかもしれない。いけだぞ。これが宇宙規模の戦い。乱入する化け物、完全勝利する俺、チャンピオンにふさわしい最高の演出だっていうけど、まだ終わってないけどね。もう一回バチンバチンしようかな。The goddess of truth, Otoma Raga, stands in the way. 本当尻バチンバチンがハマると強いよね。ひたすらバチンバチンと。結構リーチ伸びるしな。宇宙規模の戦いするよ。バチン。これが宇宙規模の戦い。じわじわと迫るバチンバチン、意外と強いぞ。ああ。ひたすらバチンバチンじゃ。もうこれしか打たない、これしか打たない。ちょっと外したかったんだけど。ホールドミー。掴めた。ホールドミー。ヘイ。意外といけるぞ。意外といけるぞこれ。ヘイ。オフ。意外といけてしまった。CPU 戦に関してはアントノフ強いかも。ただ身長低いタイプのキャラクターはちょっと相性悪いから厳しいけど。油断したらあかん、バチンバチンよ。フットホールドに。あー、ダメだった。もう一回。すごい、あ、突進したのに。突進したのに。ダメだった。書き消せないや。あと一つ動画ぶち込めば終わるんだけど。よし、入った。神様すらの密着。成分で構成されてるときたか。少なくとも世に現れん方がいい存在ってのは確かだな。その辺も分析できちゃうわけね。
意外とラルフ出さずに終わってしまった。アントノフハマると強いな。さてそれでは特殊エンディング来るはず。筋肉は絶対に裏切らない。やっぱガチムチだ。俺たちは最高のフィジカルチームだ。おいおい、こちとらサイボーグなんだな。でもノリに乗っちゃうわけね。ムキムキ。むしろダイナソーの方があの3人に合ってたような、牧島よりも。まあツッコミ役として入れたんかな。ほんとキャラクター豊富だから、こういうちょっとヘンテコなエピソードも面白いだね。